そしてお兄ちゃんもありがとうね、ありがとうね。お兄ちゃんすごい上手かった、お二人とも上手かった、振り付けありがとうございます。はい、改めまして愛知県を拠点に活動をしておりますシンガーソングライターとして活動しておりますウーパーリサと申します。今日はゴールデンウィークということで、皆さん遠くから来られた方ももしかしたらいらっしゃるのかな。愛知県以外から今日はいらっしゃったっていう方いますか。あ、いますか。あ、ちょっと待って、なんか笑ってるから、嘘、あ、違うよね、違うよね、そうだよね、ありがとうございます。ちょっとゴールデンウィーク関係なしにですよねいつもすごいライブに、はい、ありがとうございます、本当に。ということは愛知県から来られたというか愛知県の方、
あ、たくさんありがとうございます。本当にありがとう。ちょっとまだ2回ともあげてない。はい、ありがとうございます。本当に皆さんと出会えて、今日もすごくすごく楽しいゴールデンウィークにのもう始められそうですごく嬉しいです。私、ウーパーリサと申します。いつもちょっと儀式をやっておりまして、この前もここでちょっと儀式を やらせていただいたんですけれども、皆さんともっともっと仲良くなりたい、そんなための儀式を行いたいと思います。ゴールデンウィークだから、もうとてつもなく金山がもう金が輝きますように。それではちょっとやってもいいですか、儀式。大丈夫、ありがとうございます。それではいきます。キラ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 、ウーパーリサです。よろしくお願いします。わー、ごめんなさい、お願いします、お願いします。はい、ありがとうございます。大丈夫でしたかね。ちょっとなんか苦笑いしてたりとか半笑いしてたりとか、いろんな方の表情が見れて嬉しいです。はい、ありがとうございます。 OK OK、 ありがとうございます。それではですね、先ほどリハーサルの時に少しだけ披露してましたレッドという曲を今からお届けしたいと思います。こちらの曲はですね、今日が金山ガーデンさんのライブハウスが、ガーデンさんがここから歩いてございまして、ガーデンさんのイベントでマルシェ今日は出演させていただいております。このガーデンさんがCD のレーベルもございまして、そのレーベルから次の曲、レッドという曲を全国リリースさせていただきました。その CD が皆様の応援のおかげでオリコンデイリーチャート1位になりました。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。本当にマルシェには何回か去年も出演させていただいておりまして、でご予約してくださったり CD を、でこの前もマルシェ歌わせていただいた時にCD を受け取っていただいて本当に嬉しく思います。それでは次の曲レッドをお届けしたいと思います。はね、キラキラ金色に染めると金色になりますようにと言いましたが、今からまた赤色にこの景色を染めたいと思います。それでは聞いてください、レッド。私色に染めて、どうしたの、駅のホームの隅、冷たい壁にもたれてため息、君がおとなしいのは季節自体もっと近くへ越し置いてよ、君の悩みをとも全て私に全部任せてよ、吹き飛ばすから、魂込めて君に届けるよ、僕が君の心奪い取って、魂込めて熱く燃え上がれ、そんなんじゃぼーっとしてたらもう虚しい色に染めてあげる、二人だけ駅のホームの隅、もうすぐに夜が明けてしまう、
度どこか連れ去って、君の可愛いわがままは私に受け止めてあげるよ、準備できてる、ゴールデンウィーク金山マルシェ楽しんでますか？イエーイ、ありがとうございます。本当にこの皆さんと会う時間が幸せすぎて本当に楽しいです。もう歌うことが大好きで、そしてこうして聞いていただけて、皆さんと一緒に笑顔で過ごせることがすごくすごく大好きで、音楽をやっております。本当に聞いていただけましてありがとうございます。私は思ったこととか本当に伝えたいこととかを歌詞にして、気持ちを込めてメロディーを作ってお届けしております。次の曲は心模様というちょっといじめとかをテーマにした、人間関係をテーマにした曲をお届けしたいと思います。ニュースとかでいつも本当に年中流れてるのが、ちょっと人間関係が問題だったりいじめが問題だったりとかして自ら命を絶ってしまった方のニュースとかを見ると本当に心が苦しくなって、もうなんかすごくどうしようもない気持ちになります。少しでもなんか歌でそんな思いを込めて、少しでもこの歌で心が軽くなればいいなと思って歌わせていただきます。それでは聴いてください、心模様。口を
窮屈そうにしか見えないけど、ああ隣の芝生は青く見えてしまうものなんだ。ああ知らない心はみんな努力し受けいたしました。今日歌ったあの曲なんですけれども、この後ライブの後に白いテントのところで、あの CD とかあといろんなグッズも販売しております。あの今蛍光ピンクのタオルを持ってくださっている方、はい、あのそれオリジナルのウーパーのタオルになります。すごくすごく目立つ蛍光ピンクのタオルでございます。そちらもあの持っており販売しておりますので、もしよろしければぜひライブハウスでブラックライトでなんと光るタオルになっているので、よかったらぜひゲットしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後にお届けいたします。最後はカバー曲を一曲お届けしたいと思います。初めて今日初披露で歌わせていただきます。ワンピースのフィルムレッドの映画のアトさんが歌っている新時代を歌わせていただきます。
それでは今日は本当にありがとうございました。またぜひ皆様にライブ来てくださるとお会いできると嬉しいです。この後も金山ガーデンさんで7時からライブが夜もございますので、もしよろしければお時間あります方はぜひご予約も受付しておりますので、行きますという方ら気になってるくださってる方行ってくださると嬉しいです。それでは今日もありがとうございました。ウーパーリサでした。新時代。新時代はこの未来だ。世界中全部変えてしまえば。新曲の CD も限定で特典がついたりだとか販売を予定しておりますので、もしよろしければ今日チケットも販売しております。ぜひ受け取っていただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。ウーパーリサでした。